マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。せっかく痩せてもお肌がボロボロ、髪もパッサパサ、見た目が老けてしまったなんてことになったら嫌ですよね。そこで今回この動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめする健康的に痩せてしかも美肌になれる魔法のダイエット法がわかるんです。もし綺麗な美肌も手に入れて健康的で痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。綺麗に痩せる美肌ダイエット法についてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのダイエット法で美肌になって痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、魔法の美肌ダイエット食材トップ10ということで1つずつ詳しくお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜ美肌になって痩せることができるダイエット法なのでしょうかということで、後ほどお伝えするダイエット食材トップ10に全て共通する項目がこちらになります。3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整う食材だからなんですね。そもそもダイエットに良いというものを一生懸命食べたところで、あなたの腸が汚れていてはもうどんなに食べてもね、消化吸収できません。もうスルーなわけですよね。とってもねコスパが悪い食べ方です。ではどうすれば良いか、まずはいいものを取り込む前にデトックスです。腸内環境の悪いものを全部出した後にしかいいものって取り込みできませんよね。なのでまずはデブ菌と呼ばれるね、そういった悪玉菌をもうさよならしてデトックス、そこからやはりしっかりと善玉菌が入るような環境を作ってあげることが大前提ということになります。そうしないといくら一時的に痩せたとしても待っているのはリバウンドになりますよね。そもそも体質が痩せ体質に変わっていないからなんです。ではどうすればよいか、もう何度でもこの YouTube チャンネルでお伝えしておりますけれども、腸です。あなたの内臓、腸がピッカピカに綺麗であればもうとにかく痩せ体質に生まれ変わることができます。そのためにやっぱり必要な食材ってあるんですね。それを後ほど詳しくトップ10でお伝えしていきたいと思います。ではポイント2つ目はこちら、脂肪燃焼効果が上がるからなんです。どうせ食べるなら脂肪を燃やしてくれる食材を食べた方がいいって思いませんか。やはりね、そういったところも知ってる方知らない方でダイエットがねこう分かれ道、結果が変わってしまいますので、そこもしっかりと抑えていきましょう。そして3つ目のポイントは、美肌効果を持つ食材だからなんですね。これもとっても大事。もうただ痩せればいいってものではないですよね。特に女性はせっかく痩せても逆に老け込んでしまったり、周りからねどうしたのって心配されたり、そういったことになってもちっとも嬉しくないですよね。ですからしっかりと腸内環境が整って脂肪を燃やしてくれて、しかも綺麗に痩せる、この食材を上手にバランスよくとっていくってことがとっても大切になってくるんです。では2つ目の項目です。魔法の美肌ダイエット食材トップ10ということで1つずつお伝えしていきます。そのトップ10に全て共通しているのがこちら、全てサートフードと呼ばれる食材になってくるんですね。でこれはよく海外のセレブの方とかね、こういったサートフードを取り入れて痩せたっていうね話題の、まあ、ダイエット法の一つなんですけれども、私はやはり腸を整える活動、腸活ダイエットアカデミーということで主催しておりますので、ベースは腸活だけれども、こういったサートフードを取り入れることでサートフード中心プラス腸活メニューをセットにしますとさらにダイエット効果高まりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。でこのサートフードは何かって言いますと、あの別名痩せる遺伝子と呼ばれます三種遺伝子をね活性させる成分をより多く含んでいる食品ということになるんですね。でそれがどういうことになるかっていうと、この三種遺伝子を活性化させることで実は先ほどお伝えした脂肪燃焼効果がアップしますよというね、こういった優れた食材になります。そして美容効果の面でもこのサートフードすごく効果があるんですね。なぜかっていうと、まあ老化する錆びるもとですよね、それを抑えてくれる抗酸化作用がある物質が美肌をサポートしてくれるっていうことが一つと、こちら
食物繊維がすごくたっぷり含まれていますから、便秘改善、結果腸内環境に痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて、しっかりと燃えやすい体、栄養が消化吸収できやすい体、イコール痩せ体質に生まれ変わることができます。なのでポイントは腸内環境を整えてくれる、イコールサートフードを積極的に普段のお食事に取り入れることで、さらに美しくダイエット効果を高めることができるんです。それではここから魔法の美肌ダイエット食材トップ10ということでお伝えしていきます。まず1つ目はもう何といってもこちら、大豆製品になります。もういろんな大豆製品ありますね。おすすめは納豆です。なぜかというと発酵しているからなんですね。大豆製品プラス発酵している納豆を摂ることで、ダブル効果を得ることができます。ただね、そうは言っても納豆苦手とか納豆ばっかり食べれないという方はいろいろな大豆製品ありますよね。お豆腐とか、おからとか、てんぺとかね、きな粉とか、何でもいいです。大豆製品、豆乳も OK、 豆乳ヨーグルトも OK、 そういった大豆製品しっかり毎日召し上がってください。で、大豆製品っていうのはもう先ほどに加えて腸内環境が整って、イソフラボン、私たち女性にとって嬉しい女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれる作用があるイソフラボンも取れます。そして食物繊維や高タンパク質、大豆オリゴ糖も入っていて、特に最近コレステロール値がちょっと低かったっていう方もね、大豆製品を積極的に召し上がってください。で、おすすめは発酵している納豆です。では2つ目の食材はこちらです。玉ねぎになります。玉ねぎ毎日召し上がっていらっしゃいますか？玉ねぎってすごいんですよ。もう血液サラサラになりますから、結局ね、腸内環境も整えてくれる食材になります。で、また太るもと、血糖値の急上昇も抑えてくれる効果があるのが玉ねぎなんですね。そしてね、脂肪を燃やしてくれたり、結果代謝が上がったり、で、玉ねぎもコレステロール値を抑えてくれますから、最近気になっている方は大豆製品と加えて積極的に召し上がってください。で、またむくみ改善効果もあるのが玉ねぎですし、オリゴ糖もいっぱい含まれていますから、腸内環境が整うっていうのも納得ですね。では3つ目の食材はこちら、ナッツになります。おすすめは素焼きのナッツにしてくださいね。ここでいろんな味がねついていたりとか、人工甘味料、化学調味料、そういったのが入っていない、オイルコーティングもないようなね、素焼きにしてください。で、ナッツは低糖質です。ロカボ食品ですよね。太るもと、糖質がとても低い優れものなので、私もよくちょっとね小腹空いたなっていう時は素焼きのミックスナッツなんかをつまむこともあります。例えばアーモンド、ビタミン E が豊富、くるみとかね、あとはカシューナッツ、こういったナッツがおすすめです。そして脂肪燃焼効果があって代謝もアップ。で、しかもここね、悪玉のコレステロール下げてくれる効果もあるのがナッツです。そしてなんといってもね、栄養が豊富。もうどうせ召し上がるなら栄養がいっぱい取れる方がいいと思いませんか？なぜかというと、栄養不足のままだといくら頑張っても痩せることができないから、イコール痩せるホルモンを作る材料がないからなんですね。なので、ただ単に制限すればいいっていうものでもないっていうことです。しっかりと栄養は取っていきましょう。では4つ目の食材はデーツになります。これフルーツですね。もう私大好きで、ついついね食べ過ぎないように、もう一粒取ったらパッとしまうようにはしてるんですけれども、それぐらいね、私の感覚ではもう本当に羊羹を食べてるような、ねっとりとしたとっても自然の甘みでめちゃくちゃ美味しいんですね。なので食べ過ぎは注意ですけれども、デーツも先ほどのサートフードの一つになります。まずはね、もうとにかくすごい食物繊維が豊富なので腸内環境も整いますし、あと糖質の代謝がアップ、要は脂肪を燃やしくしてくれやすい、方に向かっていくという栄養が入っているわけですよね。で、脂質、カロリーともに結構低いのと、血糖値の急上昇になる逆の低 GI 食品でもあります。そしてむくみも改善してくれます。では5つ目の食材はリンゴになります。リンゴはもうめちゃくちゃおすすめ。なぜかというと、たくさんねフルーツありますけれども、結構ね特に南国地方の方で採れる暖かい時期のフルーツは体を冷やします、作用的に。ただリンゴは逆です。
私たち女性の体を温めてくれるフルーツになりますから、ぜひね召し上がってください。そのままそのあんまり冷やさずにね、冷たいのは良くないので、まあ、常温か例えばレンチンしてシナモンパウダーかけたりしても私食べます。もうめっちゃ美味しいですよね。そしてリンゴはもう1日1個食べれば医者いらずみたいにね言われるぐらい本当リンゴおすすめですよ。そしてね、脂肪の蓄積も抑えてくれます。そういったポリフェノールが入っているんです。また便秘を改善してくれるペクチンとかむくみ改善のカリウム、そして体を温めますよっていうのは先ほどお伝えした通りですね。そして6つ目の食材はイチゴになります。フルーツ続いてますね。やっぱりフルーツって酵素がとっても豊富ですから、抗酸化作用も働いて、まあ、美容にいいっていうのはそこからも来てますね。でイチゴはねやっぱりいろんなフルーツの中でもバランスがいいんです。で何のバランスかって糖分ですね。普通やはりフルーツは果糖といって、まあ、要はこれも糖質なので食べ過ぎては太りますが、こういったベリー系、特にイチゴは果糖がね、少なめです。糖分少なめですが、まあ、ブドウ糖とかショ糖とか、まあ、果糖、まあ、こういったね糖分は取り過ぎには注意ですから気をつけていきましょう。では7つ目の食材はグレープフルーツになります。よくねグレープフルーツダイエットなんて言われるぐらい、グレープフルーツもとってもねあなたの食欲を抑えてくれる、まあ、成分が入ってますのですごくおすすめになります、うん、そして血中の脂肪酸を分解ってこちら載ってますが、要はね、まあ、脂肪をね燃やしてくれやすくしてくれるフルーツの一つでもあるのがグレープフルーツです。でむくみ改善効果もあります。そして8つ目の食材はこちら、そばになります。でここで注意です。そばといっても10割そばです。普通市販でよく販売されているおそばはそば粉と、まあ、ほとんど小麦が多めに入っているそばがほとんど、残念ですけどもね。ですから痩せたいなら、しかも美肌になりたいなら、おそばは10割そばです。もう絶対おすすめで、こちらは太るもの、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれますし、でまた糖質脂質の代謝をサポートということで、まあ、要は太るもとですね、糖質だったり脂質も油のものだったり、そういったものをどんどんガンガン代謝してね燃やしてくれる作用を高めてくれるのがそばです。そして良質なタンパク質がめちゃくちゃ取れるんですよ。別にねタンパク質といえばお肉とかお魚、卵とか乳製品だけじゃないっていうことです。そばめちゃくちゃ良質なタンパク質取れちゃいますから一石二鳥ですよね。なんといっても食物繊維も豊富なので、痩せたいならやっぱりタンパク質と食物繊維、これすごく大事なのがおそばを召し上がってもらうことで一度で摂取できちゃいますよっていう優れた食材になります。そしておすすめはそばはねぜひ温かいそばを食べてくださいね。もうね氷がガンガン入ってるのは冷たいねおつゆにつけてツーツーみたいな、まあ夏はね美味しいかもしれませんが、せっかくのおそばの効果がねやはり半減ですよね、冷たいので。ですから痩せたいなら、女性なら温かいおそばの方がもう断然おすすめです。では9つ目の食材はこちら、カカオになります。まあ、要はカカオでできたものであれば OK です。例えば私が大好きなのはあのリンツの 90% 以上のダークチョコレートとかめちゃくちゃ好きです。本当におすすめ。そしてもしくは純カカオパウダーってありますよね、無添加の。そういったものに無調整豆乳とちょっと蜂蜜入れたココアなんかもおすすめです。まあ、要するにカカオ製品ということですね。で食物繊維がめちゃくちゃ豊富で、しかもご存知でしたか、カカオも実は発酵食品ですよ。なのでぜひねカカオを積極的に召し上がってください。もうほんとチョコレートとかココアとか美味しいじゃないですか。ただその質が大事ですからね、気をつけてください。そしてレジスタントプロテインが入っています。これ善玉系の餌となりますから、あなたの腸内環境がどんどん整ってね痩せ体質へと導いてくれますよ。そして老廃物もデトックスしてくれる効果があるのがこのカカオになります。そして最後のトップ10、10番目の食材は飲み物で、こちら緑茶になります。緑茶もね
カフェイン飲料ですから飲みすぎては NG なんですけれども、コーヒーなどと比べたらね少なめですからおすすめです。でまたね、脂肪燃焼効果、代謝もアップ、ポリフェノールが含まれておりますからめちゃくちゃおすすめ。そして血糖値の急上昇も抑えてくれる優れものです。でこの緑茶もぜひ冷たいのではなくて温かい緑茶を召し上がってくださいね。お体を冷やしてしまっては元も子もありません。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画では脂肪を燃焼をさせやすいサーチュイン遺伝子、別名痩せる遺伝子を活性化させる成分がたっぷり入っている食材トップ10ということでお伝えしました。ただこのサートフードばっかり食べればいいってものではないですよ。やはりですね、大事なのはバランスです。いろんな食材を摂るんだけれども、主にこういった痩せる遺伝子を活性化させる食材を、メインでね、美味しく楽しく日々の食生活に取り入れていただきたいなと思って今回動画ご準備しました。ぜひあなたの得意なところから、お好きな食材から取り入れてみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもねいただけると、もう私とっても励みになっています。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。